マルティネリ系の選手なんですよね。必要な戦力だと思います。ただ、アントニアユナイテッドはハマると思いますかそれとレオザーさんのアントニオ評価聞きたいです。ハマるっていうか、必要な戦力でありますね。左利きの右ウィングで、最小限の幅で中にカットインできて、縦に向いてクロス上げられるみたいな。で、左に三ンチョ回せるし、みたいなで。必要な戦力だと思います。ただ、大ハマリスっていうか、あれは、まあ、アントニアそこまでなんていうのかな。超天才みたいなキャラではないから、アザールみたいなことではないから。 なんかこう、獲得まで時間かかってハードル上がりすぎるのは、アントニーもね、あの、あのアイアックスの、でもまあ、あまあ成長はしてますけどね、ただ、相手見てドリブルできるタイプのウィングじゃないから、マルティネーィ系の選手なんですよね。あと、位置取り高すぎてボール受けれないは、アイックスの時もあったから、なんか、ユナイテッドのサポーター人、アントニーくれば全部いけるみたいになってるけど、 普通に、まずラッシュほどにそんなこだわんないで、3丁左に置いて、3丁右でもいいけど、左ガルナッシュ使ったりとか、やり方あると思いますけどね。ラッシュほどワントップはきついと思いますね。まあ、ほんと守って長い距離カウンターさせるだけだったら、まだいいかもしれないですけどね。だっていいプレーするときもサイドでね、他の選択肢ない状況で1対1してるとか、ドリブルしてる状況じゃないですか。だからサッカーの方が高くない選手には、いかに状況を絞ってあげるかとか、複数の判断を要求しない状況に置いてあげるかっていうのが、 重要ですよね。